だ。大谷の金での購入品がヤバすぎる。水原一平氏が大谷選手から盗んだ金で購入していたものが面白すぎると話題になっている。アメリカ連邦捜査局によると、水原氏は大谷の口座から約24億円を窃盗。ギャンブルに使ったほか今年から野球カードを1000枚以上購入したとみられる。また、野球カードは芸人という名義でドジャースのクラブハウスに郵送されていた。お前隣に超 SSR がいただろ。マジで普通に野球が好きな人だったんだな。本当にもったいない。野球で生み出されたお金を野球コンテンツに還元する野球ファンの鏡。選手にサインしてもらってサイン付きで売る気だったんかな。芸人がおもろすぎる。君は名誉なん芸人だよ。野球カードくらい自分の金で買え。一平さん野球オタクプラスカードオタクとか話せば仲良くなれたわ。やってることがクソガキ小学生で草。なんで今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。